おはようございます。おはようございます。今日は何の日ですか？学校の日。そうだね。今日は今日から分散、もう月曜日から始まってんのか。分散登校が始まってまして、ねぎちゃんちょっと最終日なので、今日ね学校に行きます。はい、ね、朝です。で、しおちゃんも同じ日なんだけど、しおちゃんは今日は、はい、しおちゃんは今日は午後です、はい、午後です、時間1時半から。学年によってちょっと時間も違くて、はいはい、しおちゃんジャンプ読んでますけどね、はい、昨日ね、スーパーに売ってたんでちょっと買いましたね。まさかスーパーに売ってるとはね、ジャンプ聞いてる？スーパーに売ってるとはね。ね。はい。はい、じゃあね、用意していかないと。どうですか？1ヶ月ちょっとぶりだね。前回行ったの4月の6日かな。始業式だけ1日っていうか、もう半日というかちょっとだけ行って、それ以来だからもう1ヶ月以上経ってるね。今日5月13日だから、うん、ね、うん、でもクラスに多分ね3分の1いないぐらい。ねえ、間違えそう。人が少なすぎて、あれ今日学校とか心配しないでね。ほんと今日ガラガラだからね、うん、今日は多分3年生だけで、さらにクラスに3分の1ぐらいしかいないから、ドキドキしちゃうかもしれないけど、間違ってないから大丈夫だよ、うん、ね、まあでも1時間だからね。宿題をがっぽり配られて、はい頑張ってで終わりだから、ね、それはそれで嫌だよね。それはそれで嫌だけどね。でもしょうがないね、はい、軽い。でもね、帰ってくる頃にはね多分重くなってるよ。ランドセル行く、うん、バイバイ、頑張ってね、いってらっしゃい、バイ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 。おかえり、早かったね。重い、いっぱいもらってきた、うん。はい、手洗ってきました、うがいもして。はい、どうでしたか、宿題いっぱい出た？出た、やばい。それなら、うん、これで、わかんないところとはできないところは飛ばしていいです、うん、あ、飛ばしていいって。でもやっぱ、3年生の新しいものをやっていく、進めていくって感じ。あのね、うん、オクラの種もらった。オクラの種もらった？育てるんだって、うん、あ、そうなんだ。え、じゃあ鉢に植えて育てなきゃいけないの？うん、土もこの中入ってる。ほんと、あのさ、うん、2年生の時の鉢まだある？まだあるよ。そこに植えるんだって。多分なかったら100均とかで買ってきてる。あ、ほんと、鉢なくても別に買えばいいって。あ、そうなんだ、よかった。どうだった、久しぶりの学校教室。今日すごい少なかったでしょ、うん、教室何人ぐらいいたクラスに？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あ、そんなにいた、うん、10人はいた。うん、10人はいた。ほんと、汗すごい。暑かったね今日ね。半袖でよかったね。うん、よかった、うん、長袖の人もいた。ほんと、みんなマスクしてた、ちゃんと。うん、マスクもらった？うん、そう、もらった。ね、学校でマスク配られたんでしょ？すごいよね。見せて、じゃあカバンちょっともらってきたものさっと見てみようか。はい、よし。うわあ、すごい。何これ？あ、これ？うん。父ちゃん、あ、父も配られたんだ。本当はこれ学校でやる予定が。家でやってくださいってことね。そう。おお。もう全部手に集中した。うん。あいしょ。これ。新しくもらった。おお、漢字ドリルとか。ドリルもらった。うん。見て、パソコン。
おお、パソコン。これももらったの？うん。形的にもなるね。リミって打てるかな？おー、打てた打てた。一応リミはわかるもんね。しーちゃんはね。うん、わかるよ、しーちゃん。こう？うん、まあそれでもいいけどね。うん、ダメだもん。いいけど。ほは？ほはわかんない。うん。わかんないか。これ。さ、え？そう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 。それに？と、なんだっけ？おうだよ、おう。うん、王が忘れちゃうローマ字もやんだ。そっか、3年生はローマ字も入るのか。これが何？これにいっぱいもらったの？やること。ここにマスク。あ、マスク、これ布マスクじゃん。そう、一つもらったの。一つ。うん、これを洗ってつけるってことかな。なんか入ってる。そう、ああ、一人で悩まずって、悩んじゃう人がいるからかな。みちゃんは全然大丈夫かな。うん。あ、集金袋だね。新しいのだ。うん。これで最後。これがね、うん、やるやつ。わあ、すごい。めっちゃファイリングされてんじゃん。全部。これ何？これ一週間分？それとも3週間分？ 1、2、3。 わー、すごいね、これ。やばいね、これ毎日の予定？すごい。ここしかない。え、じゃあ1週間分だ。来週までにこれをやらなきゃいけないの、全部。わー、やばいね。あ、違う、全部あるじゃん。11、1ヶ月分だ、これ、うん、3週間分まとめてもらって。いつも休むの？そうだよ。5月いっぱい、5月末まで多分。今のところね。でもまだわからないって言ってた。先生なんて言ってた今日？ん？これ5月、今週、今月はこれで勉強って言ってた家で。そう。うん。それでね、うん、まだね、オクラのため種まきしちゃダメだって。あ、まだをしないでって。うん。丸ごにね、うん、種まき。種の観察するのって。あ、丸五の日にやれって書いてあるのね。それで七にやっと植えるの。あ、そうなんだ。それを守るのね。そう。宿題の量見せてくれない？お、翔ちゃん登場。心配になってきました。すごいよ。ほら、見て、ファイリングされてて、これがもう一日一日やることが決まってます。これ丸四日、五日。しーちゃん全部内容が違うの。やば。すごいね、これ。わあ、すごい。オクラの種こんなか入ってる。もう学校でやることすべてを家でやりましょうってことだね、これね。うん。もう家で勉強、学校ですることをまるまるやってくださいって感じだよ。授業通りになってるし。オクラ。あ、そうそう、オクラ植えた？しーちゃん3年生の時。植えてない。しーちゃん何植えたんだろう、3年生の時。きゅうり。きゅうりか。きゅうり。じゃあ今度オクラになったのかな、りみちゃんの学校しは。パパ食べる。オクラ？オクラはママも好きだよ。くれた？うん。はい、じゃあとりあえずね、勉強やばいね、しほちゃんじゃない、りみちゃん。まあ、しほちゃんもそうなんだけど。しほちゃんはこれから学校なんだけど。まだ。教室もどうやって座るの？え？あのね、父がね、うん、あるところにね、座ってって言われて。あ、そっか。じゃあもう。りみの、うん、りみの席、土置いてなかったから座れなかった。うん、あ、そうなんだ。でね、集団下校でね、うん、あの前後2メートル開けて帰んなきゃいけないんだって。やだ、だから誰とも喋れないっていう。すごい、結構やっぱ厳重に先生もちゃんとついて、うん、集団下校だって。これ？どうでしたか、りみちゃん。学校久々に行って気分転換にはなった？先生優しい。先生優しいよね。うん。よかったね。みちゃんの言ってた通り。先生がね、いい先生だと思ったからね、うん、でもなんかさ、辛いよね、なんか新学期始まった新しいクラスでさ、まだ全然やっぱ慣れてない子もいっぱいいるのにさ、うん、いきなりこういう形になってさ、ねえな、今日ね、辛いよね、うん、自己紹介カードみたいなやつ書いた。あ、もう書いたの、学校で書いてきたの、うん、プロフィールあるよ、うん、
そう、プロフィールもね、これ書くんだよね。何これ、これ書いてくださいって宿題に書いてあったよ。私ここの絵いつも苦手多分これみんなが揃って学校に行けるようになったら自己紹介するんだよ。だってクラス替えしてまだね、知らない子だって多分いっぱいいるでしょ。しほちゃんぐらいになると大体もう周り知ってる人で、ね、いや全然知らないし、私全然知らないから。3年生だとまだ半分ぐらいは知らない子なんじゃないかな。ここにグータラって書いてる人いんのかな。グータラ、リミ書く気でいるんでしょう。私の生活引きこもり、リミちゃん引きこもりゲーム依存なんか言いたい放題だなはい、ということで、多分私も書くよこれ。え、4年間ずっと書いてきたもんそっか。でもリミちゃん朝ちょっとお腹痛いとか言ってさ、ちょっと嫌だなみたいな感じだったでしょ、学校。ニックネーム聞いてる？リーちゃんでよくない？リーちゃん、リミちゃん聞いて。はい。今日朝さ、ちょっとお腹痛いとか言ってたじゃん、うん、ちょっと学校嫌だなみたいな感じだったでしょ、実は。ちょっと嫌だ、心配だなみたいな。違う？行くときはね、心配だったよ。心配だったでしょ、やっぱり。リミちゃん、大声で言わないでよ。何を何を、マスクって、マスクって大声で言ったの、うん、そんな大声じゃない。今日朝ね、マスクね、つけるの忘れていっちゃったから、しほちゃんが追いかけて届けてくれたんだけど、うん、大声だったの。大声じゃないよ。それでみんなびっくりして、大声じゃないって、いや私普段こ声が大きいの、うん、普段が声が多分大きいだと思う見て、かわいい。かわいいね、うん、かわいい、うん。リミちゃん、来週もまた行かなきゃね、学校。今日しないでいいの？するよ、今日も。3日目。コロンちゃん、今日もできるんじゃない、リミちゃん。かわいい。コロンちゃん、ドリルもらったでしょ。いる。ほう、コロンちゃんはかわいい。とりあえずドリルやる。かわいすぎる。コロンちゃん、運動だったらまだ9時半だ、リミちゃん。もうすぐ10時だけど。だって他の子はもう今日朝から勉強してんだよ、しみちゃん。そうだぞ、そうだぞ。あなたもよ、あなたも。しーちゃんが行ってる時はもう宿題終わってんだよ。いや、これ5、6時間目あるんだよ、りみさん。5、6時間目？りみの5、6時間目もあるの？あるじゃん。でも、りみちゃんの学校はさ、あ、体を動かすとかさ、お手伝いとかでしょ。勉強は多分ないと思う。ない。体育じゃん。学年は。そう、体育と家庭科じゃない。体育と何？お手伝い。お手伝いタイムだからね。まあそれはまあいいとして、とりあえず勉強はちゃんとやらないと、これやばいね。この日程で渡されたら辛いね、これね。サボれる日は一日もないね。残念ですか。時間あるよ。ん？土日？まあね。でもこれ平日に終わってなかったら土日もやんなきゃいけないよ。終わらせないと、だって来週までにこれを終わらせて持ってくんだから、提出だよこれ、全部やって。ああしょうがない、もう今までの分がもう一気に課題としてきましたね。面倒い。ん？面倒い。面倒いじゃないでしょ、もともとは毎日学校に行ってるはずなんだよ。だから私予習してるからさ、もうやんなくていいと思うんだよね。で、予習してるから課題が配られても簡単じゃないじゃん、予習してる。簡単だから逆に面倒いんじゃん。またそういうこと言う難しい方が解けた時のさ、達成感があってよくない？なんかもうすでに憂鬱ですねやばいね、りんちゃん。しーちゃん、知ってたの？知ってたよ。国語と算数。りんちゃんのこの憂鬱な顔見てください。まだ算数は終わり、続きなんだよね、私一気にブルーだ、ね、今日やりたくない。やるんだよ、まだ10時まあ、どうだろう。何すんのじゃあ、今日これから勉強しないで何するの？じゃあゆっくりしてゆっくりしたい。ちょっと休憩して、学校行って疲れちゃったからちょっと休憩したら勉強しないと。ちょっといいですか、うん、学校から移ってたほぼ5分ぐらいで着くと思うんですけど疲れるとかあるんですかね。ほら緊張してさ、朝ほら緊張してたのが取れ緊張がほぐれてちょっと疲れちゃったんで、あと朝お腹痛いとか言ってたんだよ。もう学校行きたくないの見え見えだったよ、りみちゃん。今日って言わなかったけど、もしもボックスちょうだいダメ。あるの？あるわけないじゃんあるわけないじゃん。
ダメって言うから。あったらちょうだい。ママも欲しいよ。あったら買って。あったらママだって欲しい。自動的に頭に勉強が入る。世界へ。プルルルルル。でも、これ見ただけでも。世界へって言うよ。そしたらバカだよ、みんなバカだよ。なんだよ、バカになっちゃうよ。宿題はいいんだよ。綺麗にご飯を食べようだってすごい、こんなプリントがあるんだ。二つの絵を見て。でもしかしすごいね、これやばいね。やばいよ。あ、どんだけあんのか、分厚さ。うわすごいね、これ。私もっとやばそう。やばそうじゃない、これやば。これちょっと後でまたじっくり見ましょう。いや、私もっとやばそう。うん、5年生の方がもっとやばいかもしれない、ね。見てこよう。かわいいから。かわいいから。大好きだよ。はい、じゃあ次回はしほちゃんのターンですね。ですね。はい、じゃあまた。また。